はい。それでは、1 0セルシオエレクトラマルチビジョンの分解交換方法、縦線現象を修理する完結編ということで、始めていきます。この動画はですね、以下の動画の続編になりますということで、これまでに2作品出したんですけれども、その直前のですね、エレクトラマルチビジョンの取り外し方、縦線現象を修理する、こちらの動画の続編になります。どういった内容だったかとおさらいしますとですね、 10セルシオのマルチ劣化による縦線現象ということで、10系セルシオのマルチにはこう縦線、液晶が劣化してしまうことによってこう縦線が出てしまう現象がありますと。 でこちらを修理するために20前期のセルシオのマルチモニターと移植ができますという話を進めてまいりまして前回の作品でまずはこう縦線の現象について解説しまして次の動画でですねまずマルチの取り外し車両本体からマルチを取り外してくるというところをやりました今回の最後のこの動画でマルチを液晶移植するというのをこちらこれから説明していきます でお決まりなんですけれども、えー、本動画に記載されている内容は、私が実施した、えー、作業レポートになります。ご紹介する内容が原因で車両に不具合、トラブル等が発生しましても、私の方で一切責任を負、えー、うことができませんので、えー、一切の作業ですね、自己責任、えー、自己責任でお願いいたします。はい、ということで、早速作業に入ってまいります。 マルチの取り外しができました。マルチと取り外したんですけれども、そういった時にこの各方向から撮った写真ですね。こういった感じでマルチを取り外すことができました。で今回まず先にですね、ディスプレイユニットの取り外しということで、まずこの取り外したままの状態ですと、またマルチがこうカセットデッキとくっついたままなので、カセットデッキとまず分離します。横についているこのネジですね、をレンチで外していきますと、 こういった感じでですね、ディスプレイユニットと、えー、このカセットデッキに分割できまして、これからこれだけ使っていきます。まず前面パネルの取り外しを行います。まず前面パネルですね、こちらの、ここの部分のことなんですけれども、まずこれ取り外すためにですね、後ろのネジ、ネジ外していきます。横と後ろのネジ外していきます。ここですね。 で外すことによって、えー、いよいよこの前面パネル外せるんですけども、この部分にですね爪になってます。えー、両サイドに2か所ずつ爪があるんですけど、この爪をですねこう細かい小さいマイナスドライバーをこう突っ込んで、えー、当てて外すんですけれども、えー、フィルム配線入ってますので、ちょっと要注意ですと。ちょっとだけ入れて外しかけたところで染めるのがポイントです。で実際にはですねこう液晶モニター、ここですね、と、えー、前面パネル。 の部品にこ,うこれは今、外せた状態なんですけれども、この丸印の部分にですね、フィルム配線が入っています。フィルム配線って何かというと、ノート PC とかをちょっと分解した方は分かるかもしれないんですが、ID ケーブルみたいな形で、こう、フィルム状のケーブルなんですけども、それが入っています。で、このケーブルがですね、前面パネルとつながっているので、さっきの爪外してバキッと外すと、こう、フィルム配線壊してしまいますので、注意が必要です。 でこのフィルム配線の取り外し方なんですけれども、こういった感じでですね、これ,これ接続、ここちょっと見えないんでここに実は接続されていてですね、ここの部分をこう下側にグッと押すとフィルムがフッと抜ける、こうやって抜ける、ここの部分ですね、この白い部分を押すと外すことができます。でフィルム配線ですね、取り外すのはこう押せばいいだけなので簡単なんですけれども、 つける際はですね、ちょっとコツとですね、器用さがやっぱり要求されますので、この辺はちょっと頑張って作業してほしいなと思いますで。前面パネルの配線なんですけども、えー、先ほども出ましたけども、ここが液晶パネルですと、液晶モニターですと。で、前面パネルの横側、これ裏側ですね、裏側なんですけども、えー、ここにフィルム配線がありまして、このフィルム配線と、えー、こういった感じにこれがつながってるんですね。 でなので、ここをまずここをボタンを押して、こう、取り外しますと。フィールド配線が抜けますので、えー、外しますと。外します。で,です、ね、次ですね、ここの部分ですね、この黄色の部分なんですけども、ここに、これまだ液晶の本体ですね、液晶画面がいるんですけども、これを取り外すんですけども、これを取り外すために、この装置、このディスプレイユニットの裏側です、ね、背面パネルを外さないといけないので、背面パネルをちょっと取り外しにかかります。 前、はい、面パネルの取り外し方なんですけれども、えー、後ろのネージですね、外して、まずここの上、ここの部分ですね、ここをゴそっとこう取り外します。で、ここ取り外すとですね、またいい感じにこう、フィルム配線がこう、出てきますと。で、このフィルム配線なんですけれども、ケーブルの長さにですね、ほとんど余裕がありません。かなりいい感じのこうテンションが張っているので、えー、取り外すのがここ十分注意が必要と、あと組み立てる時ですね、なかなか大変なんですけど、ここちょっと頑張るどころですね。はい。 で続いて液晶を取り外しますということで、ようやく後ろの,あの背面パネル外して、フィルム配線外すと液晶を外せるんですね。で、この液晶をゴソゴソと動かすとですね液晶外れるんですけども、これ外した絵なんですけどここにですね本当は液晶パネルが入って、液晶本体が入ってて、それをゴソゴソと動かすと、ポロンと出てきて、ここが液晶のモニターのこれ背面なんですけど、こういった感じで取り外すことができます。 で、液晶自体の絵なんですけども、とりあえずですね、こんな感じで、これ、後ろ側なんですけども、後ろにこう基板がさらにくっついてますと。手と比べるとこれぐらいの大きさで、これが本当液晶のモニターの大きさですね、になっています。で、どんどん作業を進めていきます。で、ここで10系と20系の液晶配信の比較をしてみます。左が20系、20, の20前期の液晶モニター、裏側です。で、こちらが 10, 10後期の液晶モニターになっています。 えちょっとわかりづらいかもしれないんですけども、えー、10系の方がで,ですね、配線が多くてですね、ちょっと複雑です。パッと見こう、茶色の線とか青の線があるんですけども、20の方にありませんね。まあ、こういった違いがあります。出ましたね。こう茶色の線と青色の線があるのが10系の特徴になっています。で、劇場自体はシャープ性のもの、両方ともシャープ性でしたね。を使ってました。 当時まだ液晶がとても高価で液晶はシャープということでシャープを使ってたのかなと思いますで続いて20液晶モニターの方なんですけども、まあ、こちらを見てもらいたいんですけどもまずですね、えー、基板ここの部分の基板ですね基板を含めて液晶からこう飛び出している配線の本数ですとか、まあ、こういったコネクターの形状ですね、まあ、一切10系とは異なりますということでこのまま使うことは不可能です なので、えー、どうするかというと、えー、20系、まあ、液晶はね、これを使いたいんですこれを今の10系する人に積み込みたいんですけども、えー、コネクタがダメだということなので、えー、10系のコネクタに変更していきますと。まあ、10系のコネクタはですね、途中で配線切ったり、コネクタのここを一本一本う,うまいことこう抜いていって、えー、この20系の液晶が使えるように、えー、コネクタの移植を行っていきます。 で、10系液晶の配線なんですけども、わ、えー、かりやすくですね、絵に描くとこのような形になってます、えー。本体がこういう状態で、対応関係がこの線で示してるんですけども、使うコネクタはですね、この2本使います。2本使っていきます。で、20系液晶の配線なんですけども、こちらはわかりやすく示すと図がこういうふうになりますと。と これ、シャープの絵が逆、字が逆なのを、刻印の向きが逆なので、逆向きにしています。で、先ほどですね、10系の方はですね、コネクタが2個あったんですけども、20系の方はこう1個でまとまっているのが特徴ですね。構造的にとてもシンプルになっているのが、進化の過程を感じるところです。で、20系は1個になっているんですけども、この液晶をですね、10系に移植するので、どうすることが必要かというと、ついに移植ということで、10系の液晶だとこう2個の ついてましたと2個ついてたの,のこの液晶をここをですね利用して20系の方20の方でコネクタ移植するとこういった形で、えー、コネクタの移植ができます、えー、コネクタ移植した際にですね10ではこう青い線があったんですけども20にはないのでこちらの2つの穴これ空のソケットになります でさらに、10の方にはですね、青色とか茶色の配線もあったと思うんですけども、結局その茶色の配線とかなくても動くので、えー、使わなくなります。ということで、10系マルチの液晶の背面、こ残骸ですね。これはまあパーツ抜き取った後の10系液晶、もう二度と使わないような画面の残骸なんですけども、まずこの黄色の丸印で示した部分、これがえ途中から線切ってしまって、 でこの青赤丸の部分ですね赤丸の部分はコネクタが残ってるんですけどもここは、えー、の使わなくて済んだので、えー、この茶色の線とねこの白い部分のところは使わずにも、えー、済みましたので、えー、使うところとしてはこの黄色の丸で示したところのつな、えー、がってた先のコネクタこちらを移植したことになります。 でポイントなんですけども、20系の液晶を10系のコネクタを用いて、10系と同じように配線するっていうのがポイントです。まあ、難しく感じるかもしれないんですけども、似たようなことを20の液晶でも10と同じようなつなぎ方をすればいいっていうところなので、一個一個対応付けて考えていくと、割と配線自体は楽です、はいで。20系液晶への交換完了ということで、こちらが 移植完了した絵になりますこの移植によってですね縦線が現れることはなくですねその後数年使うことができましたので特に問題なく動きましたなかなかこう最後組み上げるのも大変なんですけれども自分でこういった作業をやるとですね車への愛着とかもとても深まりますのでこの改,あの改良ですねこの液晶の移植っていうのはとても私にとってちょっと思い出深い液晶の移植になりました 型番情報、最後ですね、型番情報なんですけども、えー、10のセルシオ後期のマルチを交換する際には、20前期のマルチが必要です。 なんでかというと、20の中期とか後期になるとですね、液晶の大きさが大きくなりまして、移植することができなくなります。なので、型番、こちらですね、50020っていう方の、えー、液晶の型番、この50020ってなってるので、こちらの方をですね、えー、ヤフーオークションとかですね、そういった古いあのリサイクル部品とかで手に入れていただければ、えー、移植することが可能になります。 はい。ということでですね、全3回にわたりまして、10K セルシオのマルチの交換をお伝えしてきました。ご覧いただきましてありがとうございました。セルシオに関する動画ですね、いくつかの私の方で公開しておりますので、これを機会にチャンネル登録いただけたらなと思います。はい。ありがとうございました。